Everything's ready. You're on the dark side of the moon. Play the five tone.20世紀をようこそ。今日は新企画というか、以前からトライしてみたかったインタビュー企画にチャレンジしてみようと思うんだけど、そうだね、今回は記念すべき第1回目というより、むしろパイロット版に近い気がするけど、すでにズームの向こうにゲストの方が控えてらっしゃったりします。私事ではありますが、先日チャンネルロゴを作成しまして、つかご視聴いただいている皆さんにも投票してもらって最終決定に至ったんですけど、そのロゴのデザインを担当していただいたデザイナーの池田さんを今日はお呼びしちゃいました。池田さんって実はヤバいレベルのロック好きだったりもするんですけど、でもだからこそ今日はディープっていうより同直球な質問をぶつけてみようと思います。ってあんまり待たせてもあれなんで、前工場はこのくらいにしておきますね。はい、ここからは、池田さんとおつなぎして、お話をしていきたいと思ってます。池田さん、見えます？あ、見えます。 お久しぶりです。お久しぶりです。確かロゴを依頼するときにもこんな形でオンラインでお話しさせていただいたと思うんですけど、実際この20世紀ロックのロゴをじゃあ作ろうっていうときってどこから着手するものなんですか？そうですね、まず、前提にあったのが、ロゴっていうことなので、はい、表示サイズがちっちゃいと思っていたので、はい、複雑にならないようになるべくシンプルな形っていうのを、まず初めにぼやっと考えていて、はい、具体的にどういうデザインを落としていこうかなって考えた時に、一度20世紀ロックを聴いてる方たちっていうのはどういう方たちなのかなっていうのが気になったので、はい、一度生配信の方に密かにお邪魔させていただいて、はい、そこで皆さんの会話とかを聞いていて、はいはいはい、そこで感じたことみたいなところをちょっとロゴに込められるといいなっていうのを初め思ってましたね。じゃあその池田さんが思うところの20世紀のロックとはっていうより、ちゃんとうちのチャンネルに合わせ寄せて考えてくれたっていう感じなんですね。そうですね。そこでちょっと聞いてて思ったことが、はい、結構皆さん本当にこう王道のロックだけっていうことではなく、本当幅広く皆さんこう豊富な知識を持ってらっしゃるっていうのをすごい感じたので、なんかそういう皆さんでもこう全員が分かりやすい共通の認識として感じてもらえるような、なんかロックアイコンといいますか、なんかそういうものが作れたらいいなと思いデザインしたという次第です。なるほど。実際ね、最終的に池田さんからはいくつもアイデアをもらったものの中から2案だけね絞って決選投票みたいな形もして、もう本当に僅差なんですよね。それがほぼ五分五分、なんだけれども、ちょっとの差でこっちっていう形で今の使ってるロゴマークに決まったわけなんですけど、池田さんはもともとそのデザイン案を出してきた時って、実はこれが一押しなんだよなとか、そのどうなんですか、長男が一番可愛いとか次男も好きだとか、どんな感じなんですかね。複数案いただいたけど。そうですね、いくつかちょっとご提案させていただいたんですけれど、結局最終的にこう候補に選ばれたものが、やっぱりこう僕の認識とも近いものといいますか、僕も気に入ってたのが最終的に選ばれてたりするので、あ、素晴らしい。なんかそこの認識は間違ってなかったのかなっていうところでちょっと安心してますね。あ、よかったよかった。でもそしたらじゃあ池田さんにとっても満足のいく結果になってる。そうですね。よかったです。で、今回ね、そのロゴマークを、初グッズという形で、バッジにさせていただいたので、池田さんの手元にもですね、いずれ、なんか、郵便で送るっていうのもちょっと他人行儀っぽいんで、いつかどこかで会いたいなと思ってるんですけど、ちゃんと池田さんの分は避けておくので、はい、欲しい方も。楽しみです。はい、そうですね。そんな感じだったりします。そのバッジはね、実は今日この、この動画の概要欄にも、販売サイトの URL を貼っておくので、皆さんそこからポチって買えると思います。ベースっていうネットショップを利用しているので、Amazon で買い物したことがある人は、Amazon のアカウントでそのまま支払いもできるみたいだし、住所の入力とかも必要ないんで、多分ね、簡単に買えると思います。ちなみに2個セット440円だったりしますと。バッジについてはね、ぜひぜひそっちの販売サイトもご覧くださいっていう感じです。実はね、池田さん自身がめちゃめちゃロック詳しいってこと、これはまあ前々から私は知ってることではあるんですけど、ただ改めて逆にその池田さんってどんなロックが好きみたいな話ってね、面と向かって聞いたこともないですから、ちょっとせっかくの機会なんでその辺のお話聞いてみたいなって思ってます。例えばですよ、これ一番簡単そうで難しい質問ですけど、
池田さんにとって20世紀ロックこの1枚って言ったらどれですか？そうですね、これ多分誰もが悩まれる質問かなと思いますが、いやー、例えばもし明日命を絶つようなことがあった時に棺桶に持っていくこの1枚ってどれにしましょう？まあ、そこやっぱりちょっとベタですけど、はい、ニルバーナのネバーマインドでお願いします。それって実際最も愛聴してるレコードでもあるんですか？そこはまた微妙なところで、一番聴いてるかというとまたこうちょっと違ってきたりするんですけど、はいはい、このなんかまあニルバーナっていうバンドに対する思いだったりとか、あでニルバーナのじゃアルバムの中では、うん、僕個人的にはブリーチが一番好きだったりするんですけど、はいはいはい、でもまあ一番アイコニックな分かりやすいネバーマインドってところをまあ選ぶのがベストなのかなってところですね。なるほどなるほど。ニルバーナに出会ったというか最初にネバーマインド聞いた時ってぶっちゃけ池田さんおいくつなんですか？17ですかね。あ、そうなんだ。やっぱりその中高生、特にまあ中学生っていうのはまだまだ子供だと思うので、高2、高3あたりで触れたものっていうのはやっぱ大きいよね。大きいですね。そうかそうか。多分その時代にこう見聞きしたこととか感じたことっていうのが結局ね、多分なんかベースになる気がしますね。はい、その後ロックというか音楽を聴く上でもベースになるしっていう感じ？そうですね。もっとあれかな、生き様とかそういうのも入ってきちゃうのかな？まあ生き様も多少入ってきます。そのファッションだったりとかね。はいはいはい。ハードカバーのファッションだったりとか、はい、なんかまあそれを取り巻くその音楽シーンだったりとか、時代性とか、はい、やっぱ影響を受けちゃいますよね。なるほどですね。ちなみに今日はプライマルスクリームの T シャツですけど。そうですね。それはなぜに今日はボビーで行くぜっていう感じなんですか？まあ、やっぱ分かりやすいロックスっていうのは。ああ、なるほどですね。20世紀ロックにはまあ一番適しているかなと思いました。素晴らしいです。さっきそのニルバーナが、まあね、変な話、棺桶に持ってくならニルバーナだぜっていうお話いただきましたけど、逆にそのあれ俺ロック好きかもみたいな、ロックのスイッチ入りましたみたいな、一番最初のきっかけみたいなのを聞いてみたいなと思うんだけど。それはですね、多分おそらく XJAPAN のヒデのファーストソロアルバム、はいはいはい、ハイドやフェイスっていうんですけど、ギーガーがジャケットやってるやつですよね。そうですね、それを初めて見たとき、初めて聞いたとき、はい、ってことになるのかもしれないですね。へえ。音だけじゃなくてジャケットとかも含めてなんか好きかなみたいな。あ、そうですね、その初めてそのジャケットを見たときに、うん、ハイドやフェイスの初回版って、うん、ギーガーが多分デザインしたなんかマスクが立体的になってて、はいはい、初回版なんだ。そうなんですよ、はいはい、まずそのデザインがちょっとすごいかっこいいなと思っちゃって、うんうんうん、でそっから多分興味持って、うん、で聞いたら XJAPAN のギタリストのヒデっていう人のソロアルバムだって話になって、はいはい、で聞いてみたらもうすごい良かった、気に入っちゃったっていう感じですね。なるほど。じゃあ割とあれですか、それまでに例えば紅とかサイレントジェラシーとか X を聞いててヒデのファーストっていうよりヒデきっかけだったりするんですか？あ、 X は多分当時から知っていて、うん、まあ、シングル出るたびには聞いてはいたんですけど、はいはい、そんなにヒデには注目してなくて、うんうんうん、でそこでそのソロアルバムを見たときに、うん、すごいこんな人なんだっていうところで、はいはい、惹かれてしまって、はい、でそこからこうヒデにどっぷりハマっていくという。なるほど、そうなんだ。そうかそうか。でもヒデって、まあ、俺がねちょっとあんまり世代的にずれちゃってるというか、ヒデが活躍してる頃もう大人だったんであんまりよく知らないんだけど、たださっきのニルバーナとだから一緒だな、10個ぐらい下の人にとってはすごくその存在感が大きい。ヒデとか生きてたら今どんな感じなんでしょうね。いやー、本当ですね、うん、正直1週間ぐらい泣いてましたからね、僕家で。あ、そう。ちなみにそんな池田さんですけど、今リアルタイムで好きなバンドとか好きなアルバムとかってあったりします？はいはいはい、最近はですね、まあ、日本ヒップホップを最近結構聴いてるのと、ほう、あとはやっぱりスマッシングパンプキンズをひたすら聞いてます。そこにイハがいますね。はい。そのスマパンのイメージはなんとなく湧くんですよ。さっきその、まあ、ニルバーナがね、真ん中にいるぜみたいな話とかもリンクしてくると思うんだけど、日本のヒップホップって何ですか？リップスライムとかですか？それ違うか。リップスライム。どんな感じ？結構ヒップホップも方用問わず
で結構好きなんですけど、はい、結構ロックと密接だったりするじゃないですか。そのエアロスミス、あ、ウォークディスウェイだったりとか、はいはい、ビースティーボーイズだったりとか、はい、それは俺が分かるヒップホップですね。そう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 、はい、割とこうロックのリスナーにも近い存在のアーティストも結構いるから、はい、パブリックエネミーとアンスラックスとかね。アンスラックスは多分メタルですかね、うんうん、なんかそういう流れから自然とそっちにも入っていったっていう感じです。あ、そうなんだ、うん、そうかそうか。え、じゃあちょっと日本のヒップホップでこの辺おすすめだよってのがあったら教えてほしいです。例えばってあります？これ聞いてみって。例えば今だったら多分きっとフレシノっていうアーティストがいるんですけど知らねえ。はい、その辺は割とかっこいいですね、音も。あ、マジっすか、うん、それじゃあちょっとチェックしてみます。今日は本当にお忙しいところ、まあ、ズームという形ではあるけれど、池田さん、デザイナーの池田さんにお時間頂戴しました。最後に、実はですね、このチャンネル、およそ5000人くらいのロックファンが見てたりします。池田さんも一人のロックファンとして、みんなに何かしらメッセージなどあれば、いただきたいと思います。そうですね。今回、バッジのデザインっていうところで、関わらせていただきましたが、なんかまあ、そういうグッズというか、なんか同じ、こう、うん、アイコンというか志を持ってるみたいな、うん、なんかところでなんかみんなとこうつながっていけるといいなと思っております、うんうんうん、そうだね。だってまかり間違ってさ、20世紀ロックのバッジつけてる人街で会ったら絶対声かけちゃうよねって思うので、まあ、そんな時は、お互いねピースで、仲良くしましょうっていう感じだったりするでしょうか。また今後も全然これで終わりではないんでね、池田さんには多分 T シャツとかトートバッグとか、まあ、各種グッズ、自分が欲しいもの、俺が欲しかったり池田さんが欲しかったりっていうものはバンバン作っちゃおうと思ってるので、その時はまたつどつどデザインなどを起こしてご協力いただけたらと思います。今日は本当お忙しいところ、しかもこんな遅い時間までありがとうございました。またよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。